この旅の行方は私船引きとあが出会ってきた宝物たちの世界、そんな世界をエピソードトークを交えながら語っていく秘密の旅。時に温かく、時に幻想的に、時にミステリアスに、聞いてくださっている皆様だけと紡ぎ出す秘密の旅。旅の案内をいたしますのは私船引きとあです。私と素敵な世界巡っていきましょう。素敵の秘密旅行。改めましてこんばんは、船引きとあです。まずは今夜も秘密旅行にぴったりの紅茶を紹介します。本日紹介するのは桜キュンティーです。はい、こちら実はディレクターの野口くんがお土産でくれたお茶なんですが、香りがすごい桜餅のような香りがふわっとして、本当にお砂糖抜きでも渋みなく、とても飲みやすい紅茶でした。春はまだまだ先で、も今冬真っ只中って感じなんですが、ピンクの可愛い桜色が想像できる紅茶です。で、この紅茶の紹介文が、キュンとしちゃったその時も後からキュンもいいものです、誰かと出会う季節、そんなたくさんのキュンに寄り添いたい紅茶ですっていう文章書いてて、うわー野口って感じしました。野口くんがすごい恋愛キャラと言いますか、恋愛体質っていうか、すごいそんな子なんで、あー野口が好きそうな紅茶って思いました。まあ、それではそんな紅茶を片手に本日も秘密の旅に参りましょう。本日は素敵な漫画の世界に参りましょう。はい、なので今日はなんかどの一冊とかじゃなくて、漫画という概念そのものについて話したいと思うんですけど、私は少年漫画がすごい大好きで、特になんて言うんでしょう、ファンタジーとかバトルものが好きなんです。で、私は中学生になるまであまり漫画というものに触れ合ったことがなくて、ずっと小説を読んでて、あまり漫画にそもそもの興味がなかったんですが、中学生ぐらいになって初めて進撃の巨人を読んでみたいってなったの。ちょうど私が中学生の時大ヒットしてたんですよ。で、初めて一人で東京に行った時に買って、それを電車の中に読んで、もうドハマりして、そっから少年漫画の沼にズボズボズボと入りましたね。で、進撃の巨人っていうのは、その巨人に支配された人類が巨人と戦って、今まで住んでた土地を取り戻していくっていう話なんですけど、今ちょうどね、伏線回収ゾーンというか、どん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 謎が解けてきて一番面白い状態になってるんで、ぜひ読んでみてください。けどちょっとね、過激な描写も多いので、血とか苦手な方は気をつけてください。で、高校生になってから、中学生も高校生もそのお小遣い制じゃなくて、必要な時に渡すって感じやったので、あまり好きに本とか小説であったり漫画が買えなかったんですよ。まあ理由として、本を買い与えてしまうと、私がもう寝る間も惜しんで読んじゃうので、その寝たふりをして布団の中で豆電球をつけて本を読んでしまうっていう状態になっちゃうので、お母さんが目を悪くするからもう買いませんっていうので、あんまりね、本を買う自由っていうのがなかったんですが、高校生になったらさすがにちょっとずつね、自分のお金っていうのが出てくるので、もうそっから今までせき止められてもないんですけど、ある程度買い与えてくれてたんで、そうなので、自分でその好きな漫画を自分で買うっていうのにもう感動して、もうどん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 増えていきました。だから今まで本棚が小説が多かったのが、どん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 漫画が増えてきて、で、今集めてるのが僕のヒーローアカデミア、テラフォーマーズで、この間これは完結したんですが、ハイキューで進撃の巨人で、これも全部なんか特殊能力を使って戦っていくお話です。で、また僕のヒーローアカデミアっていう作品は、私の大大大好きなおじゃ魔女トレミの作者うまくし先生がキャラクターデザインしてはるんですよ。そこにもまた運命を感じました。で、その僕のヒーローアカデミアっていう作品は、このいろんな高校生ですね、なんか特殊能力を持った世界で、その特殊能力を使ってみんなが悪を倒していくっていう話なんですが、
私小説や漫画も読むこと自体もちろん好きなんですが、その後にその世界にいる自分を妄想して遊ぶのが大好きなんです。これ一人っ子あるあるじゃないかな。なんか特殊能力系の妄想だと、私はだいたい植物系の能力者で、目と髪はだいたい黄緑、薄緑なんです。で、顔はもちろん死ぬほど可愛いんです。妄想なので何でもありなのでね。で、忘れてはならないのが、その世界で私が絶対に最強ということ、設定として。そして一番好きなキャラクターと幼馴染であり、両思いか両片思いであるか、これは絶対妄想にはマストです。そう、自分の好きなキャラと絶対結ばれるような妄想をしていつも遊んでますね。そうなんです。なんか最強っていう響きが好きで、まあもしけど弱点がなかったら、その妄想してても面白くないので、基本的には弱点ないけど、弱点があったとしてもそれをカバーできる他の能力がある、あるいは弱点を突かれた時にピンチに自分が一番推してるキャラクターをこの妄想するっていうのがすごい楽しみですね。え、幸せじゃないですか。まあ妄想の中だとしても、自分がピンチな時に駆けつけてくれる一番好きなキャラクターがいたら、それはもうキュンってなりますよね。でもまあそんなことを言ってるから、現実がリアルに充実してないんですよね。24、25日クリスマスですよね。皆さん予定はありますか？ちなみに私、今年のクリスマスの予定はイブも当日も大きにのプロデューサーであるクスコくんのドラマの撮影予定です。あー、自主制作が入ったらさすがにそっち優先するしかないから、クリスマス予定入れられへんなっていう言い訳を使えるので、本当にクスコ読んでくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいです。素敵の秘密旅行。いかがでしたか？本日の秘密旅行、素敵な旅のひとときになりましたか？私の中には無限に不思議な世界も広がっています。漫画の世界にもまだまだ秘密が。次回も皆さんと巡っていけることを楽しみにしております。それではまた。お相手は私、船引きとあが務めさせていただきました。おやすみなさい。